さあ第5弾も終盤ですね。なんとデミグラス決定ですね。グラス2日、いや楽しみですね。フェニックスですか。現地もまだ結構しない。はい、じゃあ今回そうですね、ちょっとニューデータがあってデミグラスが決まりましたね。でデミグラスレベル33と35っていうのすごいですよね。ヒットポイントも攻撃力も全部500オーバー。35だと死神さんより強いんじゃないかな。ちょっとかなり楽しみです。サムネイルの方にカードのデータカードを載っけておくんで見てもらえる。そうすごいですよね。33と35だから別に低レベルゲットしてもかなり嬉しい。じゃあ今日はちょっとセブかなしてできたらフェニックス。フェニックスとね全然やれなくて、いやーデミグラスすごいわ。スキルなんだろうね。あ、そうデアファルコン様も水曜日で終わりなんで、おっフェニックスっぽい、やったちょっと最後にデアファルコン様に言って、まあ、ここがデミグラスなんでしょう。あ、やっとフェニックスやりますね。ほら、困りました。ありがとうございます。お待ちなさいね。こちらが今回のバトルです。さあそれではお客様の準備に移りましょう。しっかりキャラを選んで勝負してくださいね。ラッシュを超えていきますよ。デミとグラスの特攻武器がね、まあ、やっぱり予想通り魔導ソードとブラックモガラティン と、村正カリバーか。だから3つ持ってないんでね、ちょっと残念なんですけど、まあそこはしょうがない。フェニックスどうなんだろうね。できたらね、フェニックス候補が良かったけど、レベル効果が3万、3万だったよね。デミとグラスのスキルなんだろうな。やっぱり呪いかな。さあ攻撃の順番を決めますよ。先行ですよ。先に攻撃です。そのアクションを決めましょう。エヴァーで使い赤ボタンで煽りに決まりましたよ。エヴァーで煽りに決まりましたよ。エヴァーで煽りに決まりましたよ。ファイト、ファイト、ファイト、行くぞ。絶好調だ。乗り込んでいく。行くぞ。どーんと見えた。セブカなしだから守ってもらわないと。セブカやばいよ。これ単体だよ。バケドなのか。
めくじだ。おめくじガードができれば。あ、混乱した。あ、やっぱ予想通りフェニックス単体の方が混乱だった。だいぶ一緒だ。ちょっと混乱してると危ういね。理論覚醒。シャッフル。ちょっとグリアシュラのコマンド気をつけて。気をつけると一発機から間違えた。やばし。さあ倒せるかな。こんな時も考えてシンデレラ隊長つけといてよかったか。これだったらアシュラの。10月3日なんで、それで5段が終わるんだよ。
とは行くんですかね、普段忘れないでくださいね。ラブのこと知ってもわかんないです。まあでもね、ウパクが出たらあとはね、バンパイズの点数とかいろいろね、いけると思うんですよ。レオハルコンさん、デビュー、レオハルコンさんが出てくる。僕は楽しみです。今日、ウォールドジャイアント何人赤でもいいよ。はい、じゃあどうも今回は動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。デミグラス楽しみですね。